東京パラリンピックの開催に合わせ福島市の街中交流館で始まったのがゆいアンブレラスカイプロジェクトです。テーマは共生社会。7色合わせて2000本ほどの傘が表現するのは国籍や文化、障害などさまざまな違いがあってもみんなが認め合う姿です。会場を訪れた人はカラフルで幻想的な雰囲気を楽しんでいました。綺麗だった。共生社会っていうホストタウンに興味があったので、それも見ることができて良かったです。パラリンピックの開会に合わせて共生社会について多くの人が考えるきっかけを作りたいなと思いまして、企画させていただきました。この展示会は来月11日まで行われ、今後使用した傘は市内の学校などに無料で貸し出されるということです。